おはようございます。 iSEC ジャパンの辻元と申します。私どもの会社は沖縄に創業した会社でございまして、今年で16年目を迎えております。私どもは聴覚障害の方が当たり前に生活できる社会、聴覚バリアフリー社会を目指していろいろな活動をしている会社です。そのうちの一つとして遠隔地からですね、リアルタイムで文字を配信するということをやっております。それを我々は e 耳というサービスと呼称しておりまして、今回の国際福祉機器店ではですね、そのうちの一つのソリューションとしてここにありますようなサブチャンネルを利用したですね、民放の放送に字幕をつけるということをご紹介しております。いい耳を使ってのサービスのその2つ目のソリューションとしてですね、ここにありますようにライブ字幕で窓口会話をスムーズにしようということでですね、例えば役所さんですとか銀行の窓口ですとか、例えば病院の窓口といったところにですね、ここにありますような透明のディスプレイを置いていただきます。そうしますと中でお話をされている方の会話内容がですね、透明のディスプレイにこういう形で表示されます。従いましてご相談に来られた耳の不自由な方ですとか、あとはシニアな方でなかなか耳が聞こえづらいといった方にも文字でこれを見ていただくことができるということで、私ども考えた窓口に透明のディスプレイを置きませんかという提案でございます。はい、こちらにありますのが、透明のディスプレイなるものであります。今この透明ディスプレイには文字が出ていると思いますけれども、これは音声認識ソフトで今私が喋っている内容をリアルタイムに文字にしたものです。でこの透明ディスプレイはですね、例えば役所さんですとか病院ですとか、それから銀行の窓口に置いていただくことを想定しております。そうしますと中でお話をされている行員さんなんかの話し言葉がですね、文字になってこのような形で出てくると。そうするとお年を召された方とか、あるいは聴覚障害の方にとってもですね、文字を見ながら正確なコミュニケーションができる。そして中の方にしてみますと透明ですので、相手の声とか顔とか表情とかいうのを見ながらお互いがコミュニケーションできるので非常にいいんじゃないかということで今回ご紹介をしております。